北海道が大好きなんで、北海道にいつか絶対旅行に行きたい、一人で、そう思ってます。おしまい。あくびしょっちゅうしますね。だいたい人に見られないように努力はしてるつもりなんですけど、でもダメみたいですね。はい。散髪、そうですね、散髪というよりも一応こうストレートパーマなんかかけてますから、美容室に行ってますからね。そうですね、自分の髪の毛ははっきり言って嫌いです。だから散髪っていうか髪の毛伸ばしたいから、あんまり今のとこ髪の毛は切りたくないです。夏休み、最近ないですね、夏休みっていうのが。そうですね、中学校の時はおじいちゃんとかおばあちゃんとこ行って、あのなんか、セミ捕りとか海に行ったりとか、あといとこたちの世話とかやってたんですけど、でもそういうことがなくなった分、こういう仕事をしていっぱいおいしいもの食べれて、ちょっとだけ幸せかな。失敗、そうですね、今回のビデオで川に落ちたことが私は失敗だったと思います。片岡さん、森さん、どうもすいませんでした。ずる休み、よくします、よく学校サボります。私はなんていうのかな、こう駅まで歩いてて突然行きたくなくなっちゃうんですね、学校に。そしたら近くのマクドナルドとかああいうとこに入って時間潰して、それで家に帰ります。すごい性格悪いです。はい。日本好きです。外国もハワイとかアメリカとか、ハワイとアメリカ一緒か、ニューヨークとか、すごいいいとこだなとか思うんですけど、やっぱりお米があるから日本がいい。人情、ちょっとなんか江戸っ子っぽい感じがしますけれども、今のマネージャーのガンタさんが、なんか義理と人情みたいなことを結構重んじてるみたいです。女、私です。はい。いいですよ。はい。お弁当、そうですね、お弁当は今下宿で、下宿が住まって、そこのおばさんが作ってくれてるんですけど、美味しいです。3食のそぼろご飯が好きなんで、ぜひ毎日でもいいから作ってほしい。自分の歌をなんて素敵にジャパネスクについて、レコーディングの時緊張しました。トネシャッペンの久保田さん、リーダーの久保田さんが曲を作ってくださって、レコーディングの時に来てくださったんですけど、なんか何言われるか分かんなくて怖くて、なんかすごい緊張してました。でもその割には今までにはなく、不良にならずに、レコーディングスムーズにこれはできました。私レコーディング中ってすぐ不良になっちゃって、機嫌が悪くなると、はい、わかりました、はい、とか言って、すごい性格が悪くなっちゃうんで、気をつけたいなと思ってるんですけど、でも今回のレコーディング LP もシングルも今回不良にならずにっていうか、性格悪くあんまりならないでよかったです。はい。麦わら帽子、そうですね、臭いっていうか、よくなんかおじいちゃんとかおばあちゃんがかぶってるような、麦わら帽子が一番好きです。なんかこう畑仕事しそうな、ああいうなんか唾の広い麦わら帽子が好きです。中年、結婚するなら同年代がいいなと思ってるんで、今とかあまり興味ないです。嘘、私嘘つきだから得意です、嘘つくの。でも嘘ついてても1日か2日すると、大体なんていうのかな、本当のことを言ってしまうっていうか、そんな感じです。割と顔に出るタイプみたいですね。エンドマーク、エンドマークって最後に The End とかってよくあるやつ。いや、映画の最後とかドラマの最後、昔っていうのはカンとか言って、すごいやたら習字の文字で書いたのもあったりして、いろいろ。でもやっぱり終わりは The End の方が、カンとか終わりとか書くよりもなんかおしゃれでいいなと思ってます。気持ち？心臓じゃなくてハートですよ。
さい、やだし、やだな。モノマネ、ももこちゃんが得意ですなんて。でも最近全然できないんですよ。で、やるとバカにされるから、うん、でも、うん、たまにやります、友達の前で。一人ぼっち、そうですね、割と私一人でいること好きなんで、休みの日とかもだいたい一人で買い物行ったりとか、一人でテク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 歩いて行ってますから、割と好きみたいですね。びっくりマーク、びっくりマーク、そうですね、いつでも私はびっくりマーク。とんでもない、よく、でもね、今回こけなかったんですよ、撮影で。もう終わりですけれども、だいぶ、うん、で、だいたいこう CF とかいろんなことをやってると、だいたい本番中に急にこけたりとかするんですけど、ね、今回なかったから、いや、ちょっと私も大人になったからなんだって、そんなことないか、うん、な感じです。出た、ラブソング、いや、好きです、うん、基本的には。だけど、なんていうのかな、今の私はあんまり歌えないっていうか、他に歌いたいっていうのが自分の中で、出てきたんで、でもそれは今の私であって、来年とか来年の今頃とか1ヶ月先なんて全然わかんないんですけど、でも今の段階ではラブソングはあまり歌いたくないっていうよりも歌えないっていう感じかな。でもね、やっぱりラブソングをね、今回の LP も入ってしまって、うん、だからやっぱりこれからなんとかね、なんていうの、自分が歌いたいっていうものが見つかったから、これからは、うん、どんどん主張をして、またディレクターや、他のスタッフの皆さんを困らせてやろうと私は思ってます。いつもね、自分が嫌なものがあったとしたら、第一声、私嫌だって言うと、みんなとかため息つくんですよ。もっともっとため息つかせてね、スタッフの皆さんを今までの分いじめ返してやろうと思ってます。はい、終わりかな。富田靖子嫌いです。なんていうか、自分って一番嫌いだから、どうして嫌いかとか言われて、仕事もね、こういういい仕事につけて自分のいいようにこう生きてますけど、でもなんか自分ってあんまり好きじゃないですね。まあ好きになりたいなともあんまり思わないから、だから適当に喧嘩しながらうまくやっていこうかなとは思ってます。こういう馬は嫌いだ。え、やだ。いや、いや、本当あんまり話すの得意じゃないから、うん、なんかこういう質問されると割と話すの楽です。でも、うん、ラジオではガーガー変なこと言ってますけど、フィルムになるとやっぱり照れちゃいますね、役がないと、うん、そう思う富田靖子の17歳でした。はい、ピース。